さあ、今回もレッツスクール遊んでいきましょう。さあ、前回ね、再建任されたこの、中学校。二日目で担当のね、授業をしているのは私、古土、校長です、ね。アニメによくありがちなこのね、教卓よりも背が低いと。黒板でもいい感じだね。こんな感じで授業してますよ、と。で、まあ、生徒の要望に合わせて、まあ、こうね、給水室とか作ったり、部屋の改善していくんですけど、なんか、問題あるのかな？まあ、美観が少なそうだね。で、これ毎週金曜日に試験があって、そこに向けてね、まあ、スケジュールを組んで、で、この子たちがそれを消化していく。新しく生徒を入れることもできるんですけど、ね、今だとですね、まあ、机も足んないのもあるし、まあ今1年の途中みたいな感じなんで、まあ今入ってくる生徒はね、ちょっとしんどいかなと。で、この学校ね、文化貢献度とか、理科貢献度、芸術、まあそれぞれ各科目ごとに貢献度があるみたい。で、合格状況予想ですけど、これがね、試験終了まで、まあ、試験日までかな、どっちかっていうと。3日ですよ、と。で、先生をね、そこに向けて、研修中で、ちょっとスケジュール見てみましょうか。これね、1日目が全部文系、文学基礎。で、2日目今ね、大数学。やってて、まあ、今のうちに、文系のね、先生を強化して。で、この生徒のテスト合格予想がそれぞれあるんですけど、まあ、全員合格予想になってるんで、もう大丈夫ですね。ちょっと進めちゃいますか、どんどん。生徒たちの要望を待ちましょう。ない限りあんまりね、こっちからやっても。チュートレル待ちでもあるから、今。どうなってんだろうね。あの前回のチュートレルの続きのはずなんですけど。さあ、無事にね、2日目終わりまして、ボタン第4中学校3日目です。で、これ1年目春で27度あるんで、めちゃくちゃ暑いですね、ここは。で、これ毎日授業料入ってきますけど、キャッシュフロー、ここに書いてあって、毎日ね、800円のプラス。なので、まあ、800円くらいなら使っても全然問題ないと。で、まあ、部屋作るとね、当然超えちゃうんで、それはもうね、安い収入ですけど。なんかやっていきたいけど、なんか要望が別にないんですよね。作れるものとしては、施設でしょ？管理部門、研究室。まあ、研究室が重要かなって思うんですが、まあ、この中に作るのはどうかなって思うんで、それこそ、新しくね、離れを作ってやるのがいいかなって。あ。さあ、志願目標ね。今、週半ば、必ず時間割で達成できるか見ましょうと。さっき見ましたけどね、全然余裕です。みんな行けるはずだと。みんな目標はね、このビジネス専門学校に行きたいらしいんで、そのための、みんなそこに行くんでね。もうほぼ、エスカレーターじゃないかってぐらいですけど。で、こっちか。職員もね、入れれるんで。今、でも理科と文系しかいないか。芸術体科、こういうね、新しい人雇わないと、無理な状況ですね。で、ちょっと生徒たちの、なんか、和気あいあいとしたとこ見たいけど、まあ、生徒7人しかいないんでね。あ、聞いた夜の校舎のこと、あ、これ、前回見た気するわ。あ、でもなんか、人増えてる人めっちゃいる、ここに。5人いたぞ、今。あ、いい天気。遊びに行きたい。学校が休みだったのに。じゃ、サボる？で、座るんかいと。たわいもないね、会話ですね。さあ、着々とね、進んでます。この辺はまあ、組んだ通りに進んでいくんで、他のことをね、進めていこうと。よし、できた。まあ、言われてはないですけど、研究室を勝手にね、作ります。
これ研究のためだけの部屋ですね。これちょっと入り口のとこかメニューみたいな計画ボードね、まあ、入るときに毎回見て、でこれが研究の机ね。まあ、とりあえずこんなもんでしょう。課題ボードで資料だ。こんなに広くなくてよかったですけどね。でここに人がいないんで来ますよ。ここで人材をね投入していく。で研究能力はこの虫眼鏡マーク、松井ゆいなあがいいらしいと。まあ、育成すればどうせなんとかなると思うんで、この人にしよう。なんか、凄そう。よし。でも入ったのか。小林先生をじゃあ研究室に入れます。こう離れの方にね。で、研究グループリーダー。あ、これ小林先生じゃない。あ、でもそうなると研究員がいないんだ。リーダー一人でいけるかな？ワンリーダーでいける？あ、暗い暗いのね。出ました。なんか汚っ。めちゃくちゃ汚いこれ。汚すぎる。掃除か、清掃員。清掃員じゃない？管理部門かな。クラスの教師の部屋、普段みんなここで仕事したり、パトロールに出かけたり。まあ、管理部門くらいしかないですよね。屋根が突き刺さってますけど、まあ、ここかな奥なら。で、まあ、扉もともとある感じか。これ何これ？あ、ファイルキャビネットね。で、まあ、事務机、こう、なんか、向かい合ってたの？置けないですね。そんな少ないこれ。新しい組織、管理組織が作られた。第一管理部、主任。あ、呼び方も。証明書要求。だ、校長兼主任はできない。あなたでいいの？いける？これ、組織管理としては校長室にぶら下がるね。感じで、できてます。この組織は初級管理認定証を獲得すればいけるみたい。まあ、とりあえずちょっと作っとくだけ作っといて。で、問題掃除ですよね。で、これ要件満たせなくて、いや、グループリーダーいなくなっちゃった。やっぱ一人一つだ。はい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 。じゃ、ここもでも入れないといけないし、めっちゃ先生いるね。で、ちょっと研究計画やりますか？じゃあ。学園改革。レンガ構造。あ、でも公園とか置いてあげたいな。これにしますか。ちょっと、より良くしたいね。うん、みんなめっちゃ暇そうだもんね。さあ、テストまで残り2日。生徒たちの勉強の進行状況はどうですかと。停滞している場合は早めに適切な教師と交代ね。はいはいはい。一人ここで端っこでね、端っこで研究。あれに関してはもっとなんか大きくしないとね、なんかイメージには。まあ、基本なんか小さくていいんですかね。これもそうだけど、あんまり置くものがないから今んとこなのか。まあ、ここはね、ちょっと生徒数増やしたいですけど、金曜日だね。試験後に一気に増やそう、人に関しては。そこでフリーキャッシュフローが良くなるんで、新たに教師とか雇えるから、それでちょっと管理体制、研究体制強化してと。みんながもう喋らなさすぎるね。生徒増やせばそれこそ何かが起こるだろうし。
え、これは公園だ。あ、校長が話すときの公園であるんだね。卒業というかなんか、金曜日の試験後とかに話すのかな。タイミングが今んところはね、わかんないけど。一応なんか校長のバックパックなんか持ってるんで。やめてやめて。ミケやめて、ちょっと。あ、でも、いい子、あ、可愛がられてるよかったよ。びっくりした。襲うのかと思った。そう、授業中に 授業中に犬が。この子なんか可愛がられて良さそうだね。なんかこう、効率下がってそうじゃない？ちょっと。まあ、変えないけど。あ、でも衛生管理ある、ここに。清掃範囲がもっと広くて効率的だ。もっとっていうのはでも、あるってことだよね、もともとね。で、チュートリアル。これ、コースが増えるわけね。職員休憩室、校内治安。ここ多分この上のやつがいるんじゃないかな。これだってどこから派生するってなるもんね。研究者の能力も上げるべきか。さあ、入学申請最初の3日間で届きます。毎週の入学申請は最初の3日間で届く。その後の2日間を生徒の教育に集中できる。ああ、そういうことか。月、火、水だけ来て、木、金は生徒の教育ってことね。だから月、火だけ入れたんですよね、今回の場合においては。まあでも人数的にそれでよかったですけど。あ、じゃあ水曜まで入れちゃって良さそうかな。まあ生徒だからこの子たちは、まあ来週入れればいいだろうし。タイミングはまだだね。さあ、掃除ね、ありました、ここに。なんか、部門としては、家具のとこにあったので、なんか、用務員を雇うとかではないみたいです。ここにね、置いてあげると、汚れを取ってくれるみたいな。まあ、近くのって書いてあるんですよ。近くの人が自分で掃除できるなんで、多分何個も置く感じなのかな。まあ、ちょっと改善できたんで、これで。OK。ちょっとそのまま、金曜まで行っちゃうか。で、今日だね、今日。今日、試験日。試験日もでも一応日程入ってたんで、試験日だけどって感じですね。なんかいる？ここに。なんか、あ、捨てられてるよ、ちょっと。猫、欲しい欲しい、ちょっと引き取ってあげよう。まるでいい、まるで。ちょっと。まるちゃん、まるちゃん。やったね。のどかでいいですね。めちゃくちゃ田舎感がどん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 出てくるけど。猫の餌とかないのかな？もうちょっと衛生置くか。範囲があんまわかんないから、もう廊下にも置くべきなのかな？こうですか？で、これ外側に向けちゃったんでね、このトイレ。ここ。めちゃくちゃ置きづらい。さあ、倉庫行ってる間に鉄装備。午後の放課後、生徒たちはテスト会場。あ、これ勉強した後、テスト会場でやる。どういう、学校の試験ではない。何かしらその外部的な、模試的なのを受けて、でも別に1年で終わるわけじゃなくて、まあ、テストをしてくるらしい。で、必ず生徒たちの成績を確認して、授業をしっかりと調整して、苦手科目に力を入れましょうということで。で、これらのちょっと結果も踏まえて、教師をね、ちょっと改善したい。で、ちょっとね、ちょっと研究員のこの人を研修しよう。いや、でも今日だからね。じゃ、こいつちょっと、研究能力上げときます。1000かかるのか、1回だけだな、じゃあ。あ、まじ、あ、いいえ、もういいです、いいです、いいです。そんなことよりテストなんで、まあ、掃除もできてね、みんなの心も少し晴れやかになったんじゃないかな。みんな受かるといいね。まあ、予想はでも予想に尽きないからね、これか。まあ、すごいでも飛び抜けて高い子もいます。普通に、この首元を超えてきてる子たちは。その平均、まあ、合格ラインか。それを上回る結果を出すと期待されてるわけなんで、我が校の誇り、その生徒たちがうまくね、出てきたと。
今の知恵能かな。あ、検証でもできてます、できてます。ちょっと古土校長もちょっとね、育成した方がいいかな。一人しかできないみたいで、同時には何しても研究しながらね。あ、ちなみに講演できました。研究を継続なんのって感じだけどね。滑り台、シーソー。ん？小学生だと思ってる？研究員なし。これできんのかな？だ、清掃が欲しかっただけなんで、研究でね。別にありましたから、今はそんな目的はないかな。終わんないもんね、あれね。いやー、ちょ、ワクワクするね。初めての、あ、テストもあと半日ね。進めろ、進めろ、もう。あ、なんか、聞いてる聞いてる。ここのポイントみたいな、先生と生徒の会話あったんだ。なんか、ホームルームで、遅刻した奴はいるか、課題持ってきたか、みたいな、欠席はいるか、みたいな聞くんですけど、今ちゃんと、おーおーおー。すごいことしてるね。大変だ、もう。テストどこじゃない、ほら、手あげてて、今。先生、机に犬がいますと。猫ならまだギリギリわかるけど。あ、出てったね。あの子可愛がるシーンももうちょっと見たいな。もうちょっとね、みんなの生活話とか見たいから。やっぱ結局生徒とか教師を増やしたいよね、そうなると。多いほどやっぱ関わると思うから。じゃあちょっと次のね、週に来たいかな。まあ、今週はちょっとテスト結果を見ていこうということで。まあ、初めてのね、とこですから。こじんまりしてんね。お、寝転がってるね。なんか喋ってたんだろうな今ね。あ、嫌な天気、雨が降りそう。明日お日様出るといいな、私もそう思う。すごい、もう雑談してたね。続いては分かった。こう分かった。なんかさっくりあっさりいかないよね多分。なんか発表みたいな。あ、テスト開始まであと60分。あ、でもここでやっぱ受けんのかな。会場みたいに言ってたけど、教室のことなんだよね多分。会場なんて持ってないから、わざわざ別個で試験会場みたいな作ってはないんで多分。お、で、研修いい、もう無理よ、あいつ金かかるし。いやー、放課後ですね、こっからでしょ。そろそろ試験時間。案内してください。ああ、じゃあ、移動しましょう。お、どこどこどこ、ここ。生徒たちのテストが始まりました。お、なんかすげえ中国みたい。こんな感じじゃない、なんか。別にまあその側は別にそんな変わんないけど。生徒たちはどんな結果を出しますか？テストスコア14。ビジネス専門学校志望は優秀、合格率は7分の7の 100%、 満点達成はいない。あ、はいはい、まあまあそれはね無茶言うなって感じですけど、全員ちゃんと合格。21が最低で、まあみんな38とかめっちゃ達成してる子もいて、文系のね教師めちゃくちゃ上げたんでね、まあ、それでまあここっていうのがなかなか厳しいところであるけど。で、順位は未知の学校、あ、新興学園、まあわかんないってことか。うちは9位です。あ、でも私塾新興学園しかないから、みんなじゃあ一斉に行ってる感じだ。で、まあ優秀ですね。あ、報酬、うわ、めっちゃ金もらえる。塾じゃん、やっぱり。私塾ですね。現状まだまだ。で、エリア好感度が変わった。あ、はい、上がってくんで、より来やすくなるんじゃないかな。今回のテストなかなかいい成績を取りました。育ってくれてありがとうございます。やったね。これ特定のエリア出身の生徒が今週の目標マーク達成するとエリア好感度が上がると。あー、いや、いいね。その評判的なね。あの学校いいらしいみたいなありますからね。小学校とかって割と、その、住んでるとこで変わったりすると思うんですけど、そういうのを変えようみたいな。ありますからね。さあ、今回の試験結果素晴らしいです。うちの生徒たちは本当に素晴らしいです。お、終わった？さあ、2年になりましたね。で、これって、あ、でもそっか、2年だと1年を、2年で入ってくる子は、
いないわけだもんね。そうか、新しく部屋がいる。新しく部屋を作るとでも先生がいるよね。あー、なるほど。じゃあちょっと待って、そうか、勝手にここを拡張すればいいと思ってましたね。ってなると1年、あ、でも次1年作る分大きくできるかもしれない。もう大きくしたらでも2年が、1年と2年が同規模じゃないと、どんどんその、離脱していく。不合格が出ない限りは、上がっていくわけだから、規模感を一定にしながら大きくしないといけないか。で、上が、あんまり使えなさそうだし、ここで偉人のなんか絵ですよね。完成されてる感があるから。まあ、せいぜいここ。ここくらいかなって感じで。基本的にはま、ここら辺、3年外から1年こ、1年こっちにするか。でも、多分これ勝手に1、2、3って上がっていくから中で。関係ないよね。ここで1作ったらそれが次の年2になって3になってなると思うから。だからこれが3が終わった時に、大きくできるのかな、初めて。そういう感じだよね。じゃあちょっと次回作ろう、新しく。これ踏まえた上での大規模化した。ね、まあ毎週人集まって6人スタートなんで、でも10人以上のとこが作れると思うんで、そこでちょっとね、今回やってきた研究員増やして、管理者もできたら増やして。